登るにはスタミナを使う、回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。辿った像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。七つの元素の神のうちこれは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。風と共に流れ、その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし急ごう。この世界の元素を感じたか。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるからお兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとおいら。力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方が
怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？
嫌な感じがする。こんな石見たことない。何なんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う、マスコットイカじゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから、早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？準備完了。はっ。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。ついてくれるかな。おお、そうだ、今受け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。